じゃあこんにちは、豊さん。ノイジー選手が残りました、はい、残留よかった。ノイジーはね、うん、やっぱ外国人の2年目、はい、やっぱ打つと思うよ俺。言ってましたもんね。いや打つと、それとノイジーが形が悪いとは思わないし、はい、チームバッティングもできるしね、はい、だから非常に阪神にマッチした、うん、で岡田監督とすればもっとホームラン打ってくれないかなっていう欲はあっての、はい、まあいろいろ難航もしたんだろうけども、まあ、残ってくれたということは、はい、俺は打ってくれると思うけどね、うん、まあ一時期はね、ノイジー選手の去就が分からなかったんで、うん、みーちゃんとかは先にもう残留決定したんですけど、はい、どうなるみたいなこともあったんですが、うん、減額ということで年俸が丸く収まったと、うんうんうん、残ってくれと。で岡田監督もノイジーを他のと球団に取られるのはそれは嫌だからって言ってまあそうだよな。いや岡田監督も2年目は打つっていうことは思ってると思うよ。やっぱこう日本に来て1年目ちょっと苦労しながらも日本一を取ることができた、で第7戦であのスリーランがあって、でもこの選手が他の球団行ったら今年の日本を勉強してるだけに、まあ嫌だなっていうことは岡田監督も考えてたと思う。そうですよね。でも残ってくれてよかったな。よかったですよね。でその岡田監督なんですけども、はい、では注文はつけました。そのノイジー選手に、はい、残留するならバットを立ててこいという注文を出した。そのバットを寝かすことによって指導が遅くなると、これはどういうことなんですか。バットを立てることによって反応が良くなるっていうんだろう、はい、いろんな考え方があるんだよね。そのバットを万波は寝かしてホームランを量産できるようになったんだよ、うん、速いボールに対応できて。そう、立てると寝かすっていうのは、うん、そもそもまずどういう違いなんですか。まあ、どっちみちこう寝ないとこのままじゃ打てないからね。打てないですよね、うん、まあ、そのずっと見てないからわからないけども、うん、岡田監督は寝せてるバッターよりも立ててるバッターの方が好きなんじゃないの。その指導が速くなるってことなんですか。これは人によって全然違うと思うんだよ。だから万波が寝かして打てるようになったのと、うん、はい、ノイジーが寝かして打てないから立ててこいっていうのと、こういう反動を使えるっていうことは確かだよね。ああ、はい、こういう反動を使える、うん、まあね、俺は寝かしてても立ててても俺はどっちでもいいと思うんだけども、うん、やっぱ立てることによって脇もこうある程度締まってくるし、こうより力を伝えるにはやっぱ立てた方がいいっていうような感覚かもわからないね、うん、あ、外国人選手にもやっぱ岡田監督って、まあ、アドバイスというか、うん、そういうことをやっぱりバッティングで。まあそうだね、外国人の選手だからって全て知ってるわけじゃないしさ、うん、まあ、確かにアメリカっていうのはレベルが高くて科学も発達しててっていうかもわからないけども、やっぱりこう、まあ、日本の指導者ってやっぱ教えるのはうまいと思うよ、うん、はい、責任がないから、うん、いや向こうの人たちはやっぱその人の人生でやってきたことだから、そこは口出しできないっていうんだよ、はい、だって人生変えちゃうかもわからない、うん、これでダメになったら俺の責任されるっていうことがあるんだよね、うん、だからあんまり言わないんだけど、日本の場合っていうのは資源が少ないから、その資源、少ない資源の中でやっぱこう育てていかなきゃいけない、うん、だから外国人にも岡田監督はそういうアドバイスをしたんだと思うけどね、はい。あとノイジー選手、やっぱりちょっと前半中盤ってなかなか、例えば外のボール球を追いかけて振りに行ってしまって三振多かったり、はい、ただ後半優勝した後からクライマックス、そして日本シリーズと尻上がりにバッティングの調子を上げていったじゃないですか、うん、これは何きっかけですか。いや、まあ、調子っていうのはさ、波があって、はい、まあ、その時期に会えば調子がいいとか、うん、悪かったら打てないとか、もうこれはもう必然的にそうなるんだけども、うん、やっぱり大舞台には強いということだよね、うん、ああいう選手っていうのはで右打ちもできて、だから貴重な戦力だと思うし、うん、1、2番はもう固定で近本、中野、はい、でここにノイジーなのか、うん、まあ、来年から森下なのか、うん、で3番だけなんだよ。最初はノイジー選手3番、ね、3番でしたもんね。それでノイジーが打ってると、うん、やっぱその1、2番が返ってくるとか、はい、打線がすごくつながるとか、うん、やっぱ阪神は3番次第なんだよね。これってはやっぱ森下選手3番で行こうっていうふうに岡田監督、それとも白紙に戻すんですかね。白紙の状態にするとは言ってたけどね。あ、そうなんだ。だからアンダーで活躍した森下、うん、呼ばれてる佐藤、はい、これが安閑としてられないような状況を作らないと、うん、まあ、来季は危ないぞっていうふうには言ってたよね。そうか、うん、
うん、だからそんな甘いことは言わないと思う、そういう考えは岡田監督にもないと思う、ね。あと野口選手は今シーズン日本の野球初めてで、まあ、ようやく慣れてきて、で今オフになってまたさ来年からってなった時に野口選手そのやっぱりどうなんですか、イメージ的に残ってるものなのか、また一からのスタート。いや残してるよね、それは残ってる、それはイメージ的には残ってるし、うん、ただやっぱりこう修正点は速いボールに総じて弱かったというね、うん、中間球みたいなのが強いし、うん、で手伸びゾーンって、うん、手がこう伸びて打てるところはある程度対応が効いたんだ、はい、でもこう畳んでいく作業っていうのはちょっと下手だった。それ例えばインコースとかっていうことになる、まあ、インコースの速いボール特に、うん、でも半速球がこう入ってくると拾えてスリーランみたいになるけども、はい、だけどやっぱりみんな共通点というのはもう相対的にピッチャーが速くなってきてるから速いボールに弱いって言うけども、うん、速いボールに弱い強いやつっていうのはなかなかいないんだよね。で確率的に悪くなる、はい、やっぱ反応の時間が短くなるんだからそれだけ確実性はなくなるよね、はい、だからまあ弱いっていうのは単にそう言っちゃったらいけないんだけども、弱いっていう印象付けは、はい、まあ、さっき森口が言ったようにやっぱ速いボールを見せられた後のスライダーをかけるとか、うんうんうん、低めのボールに手を出すとか、はい、そういうことになるとやっぱ速いボールに見せられて釣られるから弱いっていう印象があるんだよ、はい、だからその印象さえ払拭できれば、うん、もっと安定してくるとは思うけどね。それを払拭するためにはノイジー選手キャンプだったりとかどういうことを、いや速いボールを打っとくっていうことだよね、自分の形で、はい、ただ来年は打つから心配しなくていいよ。おもう2年目なので、いやあのバースだって1年目は苦労したんだから日本のピッチャーにって言いますよね。そうそう2年目からだから開花していったのは、うん、だから来年は俺はノイジーは打つと思うよ。今シーズンよりも成績よくいける、あいけると思う全然、うん、でまあ守備に関しては、はい、その心配もないしね、うん、だからあと打つことだけだからさ、うん、だから俺は今年のその経験が来年に生きるというふうには考えてるから、うん、別に全然心配はしてないんだけど。してないですか、うん、あのもうスポーツ紙にもバースの再来の活躍を来季こそ頼んますせというふうな見出しタイトルでも出てるんですけど、まあね、バースはもっとすごかったですか。いや、わかんないから。いや、バースって。ただね、ホームランの形っていうのは、ノイジーはあまり持ってない。ですよね。どっちかっていうと、やっぱセンター中心に打っていくバッターだけに、うん、その分本数は俺は減ると思うけど、うん、まあ今年以上は打つと思うよ。はい、だけど、そんなにホームランは期待しない方がいい。あのそもそもが一発というよりも、そのヒットとかアベレージとかっていうタイプのなんか選手っていう、イメージ、まあそうだね、なんですけれども、うん、だけどやっぱうまくいけば20本ぐらいは近くかな、期待はしてもいいと思う。そうです、ね、うん、そっかそっか。いやだから、まあ、残したっていうのは大正解だと思うし。ですよね、うん、守備もいいですし、肩もいいし、そうだね、肩もいいしね、うん、真面目だし、ね、うん、だから俺はいいと思うけどね。今年の優勝でまたチームの中に溶け込んでいってるし、はい、でやっぱこう給料下がったとしても残ったっていうのは、うん、そういう思いが強かったのかなっていうような気はするけど、ね、ですよね、まあ、それと自分に来年手応えがある、うん、はい、まあ、この経験が来年に生かせるっていうふうに考えたから俺は残ったんだと思うから、はい、だから俺はいい方向に出るっていうふうにしか思えないんだよね。あの2年目っていうことが残留で、うん、ただ立ててこなかったら多分使われないと思うからそれ練習してくるんですか。絶対立たしとけって、立たしとけって、それちょっとキャンプのバッティングの時から見たいですけどね、うん、まあ、まあそうだね、うん、まあ、どういう風に変わってきてるのかね。そうですよね、はいはい、ねえ、あの記事にはね、本当バースの再来頼ませみたいな記事も出てますけれども、メジャーの選手ってやっぱハイボールに対してやっぱちょっとバットを寝かし気味だけどね。あ今そう、もう全部このままサーンと出すっていうイメージこうちょっと無駄な動きが入るから、うん、まあどうなのかなと思うけど、ね、まあ俺も立ててた方だからね。そうなんですね、うん、あ、じゃあどうですか、あのノイジーに教えに行くっていうのは春のキャンプで。いらないでしょ、なんで今岡がいるから。あ、そうか、今岡は大したもんだよお前。そうか、そう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 、優秀なコーチ陣も、優秀なコーチ陣がいるから。また平田もいるよ。あ、会いにまあね、今時の人ですからね、時の人、電話しても忙しいからかかってこないけどさ。あら
何やってんだね、あいつ。やっぱ有名になるとお忙しいですかね。偉くなっちゃったのかな。まあ一回折り返しは来たんだけど、はい、俺が忙しくて出れなかった。あ、じゃあおわいっぽですね。おわいっぽなんだ。いや、ただね、ファンの方もあのみえちゃん同様ノイジー選手も残ってくれたというところで、はいはい、ほっと一安心。まあよかったよね、はい、よかったと思う、本当に。